2月1日にオープンする豊洲選客万来について内覧会を取材したテレビ朝日社会部の島田直樹記者にお話を聞いていきます島田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますまずはこの選客万来ですけれどもどんな施設でしたか はい、あの豊洲市場の隣にある千客万来なんですけれどもあの正直びっくりしました、うん、あのこれまでですねあの豊洲市場に何度か足を運んで取材することがあってこの建物千客万来の建物を見たんですけどあまり大きくないなと思ってたんです、はい、そして、うん、午前中に行くとですねあのざっと見るだけで1時間以上かかるぐらいとても見応えのある施設でした であのた,かただな中に何が入っているかといいますと温泉施施設設そして商業施設です今商業施設ご覧いただいてますけれども温泉施設の方はですねあの24時間営業でなんと箱根と湯河原からあの温泉を毎日40トンから60トンタンクローリーで持ってきているということなんですね。えそして今この 映像にもあります足湯、これは有料の足湯なんですけれども、先ほどの VTR でご紹介した無料の足湯、今、こちらの足湯ですね、無料の足湯が私はおすすめです。えー、奥にですね、東京の,ゲあのレインボーブリッジが一望できるので、SNS 映えするのもありますけれども、このお湯が湯河原から持ってきた、あのちゃんとした温泉を無料で楽しめるんですね。 私はあのサウナに激ハマりしているので。こういうこうスパのような施設には、サウナがあるといいなあなんて思うんですけれども。あります。うん、サウナ。うん、はい、おっしゃる通り、ちょっと私見られなかったんですけど、資料を見ると。えー、あの男性用のお風呂にサウナ二つ、女性用のお風呂にサウナ三つありました。うん、あの、あまり私サウナ詳しくないんですけれども。えー、ドライサウナ、うん、え、ミ、ナノミストサウナ。 使用サウナの三種類があります。これだけでもかなり豪華な施設なんじゃないかなと思います、うん。そうですね。サウナがもうそれだけあったらそれだけでも行く価値はあるかなというふうに感じるんですけれども、ただやっぱり気になるのが値段どのぐらいかかるのかなっていうところだと思いますけれども。はい、おっしゃる通りですね。あのわざわざ箱根から温泉を持ってきているだけあってかなりいいお値段がします。で大人で三千八百五十円で小学生が二千円です。 ただあの私おすすめしたいのがですね豊洲市場というのは朝の見学もできますけれどもあの午前6時から午前9時の朝風呂プラン、えー、これがあの普通の3,850円のところが、えー、大人2200円,22円子供あ小学生1,100円とちょっと割安でおすすめです。うん今ねあの視聴者の方も「24時間なの?」っていうコメント来てますけど。 そうですねあの。先ほどお勧めしたあの無料の足湯の施設はこれはあの朝の8時から夜の8時までなんですけれどもあの温泉施設の方はあの24時間営業で深夜プランもありますしえさらにちょっとあのお金を出せば宿泊泊まることもできる施設があってお部屋の中に温泉があの浴槽があって温泉に入れるそんなお部屋もあります。 じゃ、ちょっとしたこう温泉旅館みたいな部分もあったりして、外国人のお客さんとかにもね、すごく反響がありそうですね。そうですね。うん、あの、本当に、SN、S. N. S. 倍すると言いますか。 あの一番屋上の足湯では富士山なんかも晴れた日にはあうっすら見えたりとか<ー>今日もちょっと見えたんですけれども、うん、あとやっぱり東京タワーだったりスカイツリーだったりあの本当展望がいいのであの一度海外で SNS に火がつくともうなかなか予約が取れない施設になるんじゃないかなと思いました、うん、そして SNS 場合といえばあの商業施設もあるんですね、うん、商業施設の方はですね江戸の街並みを再現していまして中には51店舗 うん、の飲食店などが入っています、えー、こちらですね江戸の街並みを再現している目抜き大通りがこちらになりますで、そして場所がやはり豊洲市場の中卸市場が入る隣だということで海鮮に力を入れていたりとか、うん、あの卵焼きがあったりとかそういった飲食店が多かったですねうん。これはやっぱり豊洲市場の隣ですからお魚は豊洲市場から仕入れたりしてるんですか はい、あの先ほどあの私も試食をさせていただいた本マグロの丼があったんですけれどもこの水産仲卸売り場で仕入れてきたそのままのマグロを使っているマグロ丼でしたこちら6,980円ということでこちらもインバウンドのお客さんには受けるんじゃないかなと思っています。築地市場の外にも場外市場場場のの外外ににもというのがあってそこに おお店店店を出出ししてていいるお店がこの先客万来にも8店舗を出しています。え、うん、そして隣の豊洲市場の中の関係の業者が18店舗出店していてさらにこの江東区にあるんですけれども江東区の商店街のお店舗も6店舗この千客万来の商業施設に入っています。 あのお店の方にお話を伺うとですねやはり豊洲市場の隣ということもあって仕入れの速さそしてブランドとしてやはり豊洲の場外というところを売り出したいというふうに話していましたうんいいですね、これなんかあのただ場所的にはどうなんですかね、なんか観光の方々は行きやすい場所ですか。うん どうしてもあの築地市場と比べてしまうんですけれども、うん、あの今築地場外市場たくさんのお客さんが来てますけれどもあちらはあ東京メトロ日比谷線あと、うんえー、都営地下鉄大江戸線の駅が2つあるんですけれどもこちらあのゆりかもめの市場前駅、うんえー、豊洲駅から7分ほどかかるようなゆりかもめでというところでちょっとアクセスに難ありだと見ています、うん、東京都は BRT という2乗編成のバス を運行してこの近くを走らせているのであのバスも使って来てほしいと言ってるんですがなかなかちょっと豊洲の南1キロにあるこの施設まで来るのにはちょっと難しいところもあるのかなと思いますただやっぱり先ほどからちょっと話は出ていますけれども外国人のお客さんなんかを見込んでるのかなと思いますけど観光戦略はどうなりそうですか はい、あそうですね、やはりあの先ほどおっしゃっあの説明しましたとおり、東京都の観光戦略としては、あの改めて観光客の人に東京都を知ってほしい、SNS 映えも狙ったですね再、再度観光客を得たいという考えを東京都は持っています、えー、そういった中でのこの統一選客番来ですので、東京都もやはりこの選客番来に多くの人が来てほしいと思っています。 東京都としてはですね豊洲市場の横にある施設ということで観光の屋形、えー、船の発着場だったりとか交通の便をさらによくしようとしてさらにこうと先客万来目的のお客さんにも来てほしいような考えを示していますうんやっぱりインバウンドっていうのがね大事になってくるのかなと思いますけれどもなんかお話を聞くとこの 先客番来は当初は東京オリンピック前にオープンする予定だったということなんですよね。はい おっしゃる通りですね、このオープンかなりあの順,中順風満帆とはいきませんでした。あの本来は東京オリンピック前2018年の豊洲市場会場とともに部分的にでも先客万来をオープンしたかったのが東京都の計画でした。ただ当初予定していた運営業者が撤退をしてしまって、でその後にあの今回の万葉クラブが手を挙げたんですけれども、えー、その 前のですね、あの2017年に小池都知事がですね、月次市場の跡地に食のテーマパークを作るという計画を打ち出しました。あのこれに対してマイオクラブかなりあのお反発があったんですけれども、VTR 見られますでしょうか。えまあいろんな行き違いからまあいろいろあったことがありましたが、まああのー、東京都さんともいろんな協議を重ねてですね。 あのー、まあ、参りました。で、まあ、あのー、まあ、うちのとの契約の中でもね、まあ、いろいろ、もう。本当に明日契約解除みたいな状況も確かにありました。はい、あの、マイオクラブの。不穏な感じですね。明日、契約解除みたいな状況。<laughs> あの、当時、かなり、あの、記者は多くマイオクラブの取材をしていたようなんですが。かなり、倹約モードがあったと、先輩記者は言っていました。あのー。 先ほども申しましたが「あの万葉クラブがです、ね」が2017年に小池都知事があの築地市場の跡地に食のテーマパークを作るというような方針を打ち出したことに対してです、ねあの「万葉クラブはです、ね」は、えー、ちょっと豊洲の食のテーマパークとかぶるんじゃないかとうあそうすると採算が取れないので撤退するというような表明まで「あの万葉クラブ」のトップは言ったんですね。 ただです、ね、まあ、こういった状況で打破しないということで当時、小池都知事が「万葉クラブの東京」あの神奈川・小田原まで行ってです、ね、競技をして謝罪もあったと聞いていますさらに、オリンピック前2018年だったりオリンピック前の開業というのはもう難しいというのでそういうのを条件にしてですね、2023年オープンを条件にしたことで「万葉クラブ」を運。 と言って今回の先客の客万来運営に至りました,ただあのコロナがあったりとかですねちょっとあのやはり価格の高騰ですね工事の価格の高騰などもあって少し遅れて今回2024年2月来月1日のオープンに至りました。 うん、あの私実は結構豊洲市場好きで行くんですけれども千客万来がオープンする前にもうすでにあの市場外にはいろいろお司屋さんがあったりとかしてましたけどこの,あの施設自体はもともとありまして建物はもう出来上がってったって感じなんですかね。はいそうですね千客万来の施設についてはその前にですねあのち,ょっとちょっと小規模な あの場外施設というのがあって、うん、まあ、そこであのお寿司などを食べられたんですけど。先客番来が、あの入るまでの一時的な施設ということで、一度取り壊して。先客番来を作りました。うん、そういったことがありましたね。うん、はい。で、まあ、この豊洲市場は築地から移転して、もうあっという間に五年経っているということで。私もこの数字見てびっくりしたんですけれども。どうですか。取り扱いだかっていうのは、やっぱり築地の時と比べて。どうなってるんですかね。課題はありますか。 はいえー、豊洲と築地の取扱高を比較するにあたって去年1年の豊洲市場の、えー、水産物ですね水産物の取扱量量およそ29万5,000トンで、えー、価格は4,420億円でした。で、えー、築地の方はどうだったかというと2017年の1年間で38万5,000トン4,277億円と、えー、およそ9万トン。 の、えー、の方が今の方がが今少ないんです、ね、まあ,あのこれ比較,の比較してみてやっぱ豊洲の方がちょっと活気がないのかなと思って関係者に取材したところですね関係者は、まあ、あの活気は豊洲と築地は変わらないとただやはりあの国民がお魚を食べる機会がかなり減ってきているので水産物の取り扱い量というのは減ってしまって仕方がないと話していました。なるほど そうなんですね日本人自体がこうお魚をあんま食べなくなってしまっているということもあるんですね。これどうですか、豊洲に移転した後築地市場っていうのは今、あのどうなってるんですかはい、えー、築地市場はですね、あのー、今、築地場外市場は空いているんですがこのように築地市場はもう今、まっさらになって駐車場だったり工事施設になっていますね。ね、うん えただ隣の築地場外市場は今もこれ一昨日の映像なんですけれどもものすごく人が来ていて多くのインバウンド客外国人観光客が来ているような状況ですただこの今あの工事中になっている築地市場本当の市場の方ですねこちらはですねあの町の再開発事業 というのを今あの公募を行っている段階でえまだあのどのような施設になるかあとどういう事業者が再開発を行うかっていうのはまだ決まっていない状況ですうんなんか跡地の利用についてこのね番組のコメントには東京ドームが老朽化してるからそこに変わるものができるのかなみたいな話もあるよねっていうのがあるんですけど この辺はいっおっしゃる通りですり、ね、一部報道にはです、ね、あの東京ドームの代わりにあのなる施設を、まあ、今回、再開発に読、うん、売新聞さんを含む共同、うん、企業体がです、ねえー、再開発を受注して、えー、そこに読、えー、売ジャイアンツの本拠地を移転するような、うん、あ一部報道もあります。 ただちょっと取材をしているとですねどちらととも言えなないいのかなと思っています一部の関係者はまあそうかもしれないというふうに言ってますしまた別の関係者はいやそれはもう消えた話だよ。 というふうな<ー>あのちょっとマイナスなことも言っていましたいずれにせよですねこの再開発の事業者というのは今年今公募を締め切っていて今年の3月に決定しますでその後にあのな中央区ここ中央なんですけれども中央区の協議会など専門会議などといろいろと会議を重ねていって計画というのは明らかになるとみられますうんなるほど まあ、先客番来としては、ね、この,あの築地がこれからどうなるかっていうところも、まあ、ポイントにはなってきますよねそうですねあの、うん、食のテーマパークとして「千客番来」はもうとてもおすすめなんですけれども、うん、やはり築地場外と比較してしまうと多くの人が来るのか、まあ、さらに食のテーマパークなんかができた日には豊洲に人が来るのかとちょっとあの 接客万来関係者も言っていました。あのマヨクラブの人も言っていました。うん、あのやはりあの築地にですねどういった施設ができるかっていうのもあの接客番来の関係者は注視しているものとみられます、うん。ただあれなんですよね。接客万来築地にあったお店がここあたら改めて豊洲にオープンしてたりもするんですよね。はいそうですね。うん、あのまあ築地にもあり。 この築地障害にもあり豊洲千客万来にもありっていうような施設ですねあの有名な卵焼き屋さんとかもそうなんですけれども8、うん、店舗があのこの豊洲の千客万来に、えー、来月2日で、えー、1日ですねちょっと活気が増えてまた豊洲も盛り上がるといいなというふうにね思いますね。